はい。じゃあ今日西麻布で。はい。うわ。わかったわかった。いや、俺も毎日飲んでるぞ、こっちも。わあ。とりあえず女の子用意しといて、こっちも。はい。ああ、うるせえ。はい。ああ本日はよろしくお願いします。よろしく。まあ、今回、西本財閥の、まあ、息子さんでいらっしゃる西本武則さんに、ちょっとまあ密着させていただきたいと思います。ああ、よろしく。まあ、1時間、その、まあ、がっつり、ちょっと西本さんで行かせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしく。今のお電話は、まあ、お仕事のお電話ですか？ああ、仕事。ああ、仕事っすか。俺は仕事全くしてないけど。あ、そうなんですね。あ、西麻布で、飲みの予約。ああ、なるほど、なるほど。やっぱそういう人付き合いも大切なんですね。まあ、勝手に集まってくるからな。さすがです。俺みたいなやつね。はい。ちなみに今日は、どういったスケジュールで、今日は、ここからオリーブスパ行って、で、その後。オリーブスパ？まあ、もうその後、飯食い行って、で、その後、その西麻布の。で、みんなで集合して。あ、そうなんですね。会社の方には行かれないんですか？行かねえよ、別に。ああ、そうなんですか。めんどくせえだろ。ああどうせそのうち俺が社長になるんだからよ。そうですよね。ご兄弟いらっしゃらないということで、ずっともう、そうそうそう。じゃあもう後継ぎということで、あ、そうなんですね。いや、マジで早くもう、だから早く、その、まあ親父が、まあ草がってくれればだから俺に早くなれるんだけど、なかなかこう手放さないから。引退しないと。まあ、まだ、ねえ、お元気でいらっしゃいますから。まあ、もし、でも、竹野寺さんの方が社長になられたら、今の、こう、会社の形というのは、ちょっとこう変えていこうかな、とか考えてらっしゃるんですか？いやー、まあ、だから、全部俺の言うことに聞かせるよ。俺の言うことを聞くやつだけ好きにさせてる。ママやってちゃおう。ぜひ、はい。仕事なくなったらお願いします。すみません。もしもし、佐々木。お前、この前、まあ予約しとけっつった店、お前、全然予約できてなかったぞ。なあ。お前、なんもできねえな、お前。おい。お前はほんと仕事ばっかかやさ。もういいよ、お前は首だ、首。ああ。首？ああ、首だ。ああ。俺、お前もう嫌いなんだよ、マジで。だりーから。なあ。お前二度と会社来んだよ。ああ。親父にも言っとくから。はい。いやー、めんどくせえなあ、ほんとに。今のお電話は、部下の方ですか？ああ、部下部下。ああ。ちょっとすいません、盗み聞きしたわけではないんですけども、その、今、首にされたんですか？嘘だ。何か大きなミスをされて、うわ。まあ、あいつのこと嫌いだからよ。嫌いだから首にしたんですか？そうだよ。怖いな。嫌いなやつと仕事したくねえだろ。あんまり。まあ、まあ。俺は基本的に別に会社行かねえけど。そうなんですね。そういうやつどんどん俺排除しちゃってんだよ。親父がなかなかそういうことやんねえからよ。はあ、なるほど。なんか今日。はい。なんだっけ。でもな今日会議やってて。はい。あ、連絡来た。は？
嘘だろ。もう。いや、ちょっと、あ、何のお電話ですか？首で。はい、はい。俺で。竹野さんが首？今の電話で竹森さん首になったんですか？首になった。どういうことですか？だって次の社長竹森さんですよね。どういうこと？だって後継ぎじゃないですか。たった一人の息子の竹森さんが首。親父が俺のこと首にしたから。それどういうことなんだ。は？じゃあ今無職になられたってことですか？ダメだ、放心状態だ。全然もう放心状態。そうでしょ。そうだ。この人全然働いてないもんな。竹野さん、ちなみに今後、どうされていくおつもりですか？どうしよう。今無職に、なられたということで、知り合い、確かに、ついてきてくださるね、社員の方もたくさんいらっしゃるかもしれない。もしもし、俺会社クビになっちゃったんですけれど、仕事をください。くださいっていうか、事業やりましょう。一緒に。まだ何やる事業って何もわかりませんけど。ちょっと。ちょっともしもし。やられちゃった。やっぱりその会社を起業するということなんですね、ここから。やっぱそこは社長ということで。もしもし。次から次へと。ちょっと、佐々木、佐々木さんさっきの。お前、俺と一緒にちょっと、会社抜けて、ちょっといろいろ手伝ってくれ。お前、お願いだから、いろいろ飯食わせただろ。さっき首にしたのに、この人。お前が社長？すごい展開。首にした佐々木さん社長になった。でも蓄えあるから、まだ。そうですよね、蓄えはねたくさんありますもんね。でもそのまあ元々社長になられる予定でしたから、会社経営のノウハウはね、教わってはいるんですよね、いろいろと。教わってない。一回も教わってない。ずっと遊んでたから。ダメだな、この、ダメダメ息子だな。どうするんですか、じゃあ。どん底だ、この人。やばい。家からも出てけて。家からも出てけて。でも家は金あるから別にいいか、別に。金だけあるんだよな、この人ずっと。でも何も社会の仕組みも。会社の作り方も、何も知らない。うわぁ、これ別タイトルで2時間いけるぞ、これ。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。